株式会社 IHI Aerospace は日本のロケット飛翔体の総合メーカー株式会社 IHI の子会社である主として固体燃料ロケット技術を応用し各種宇宙用ロケットの開発及び防衛用ロケットの開発と製造を行っている IHI Aerospace の固体燃料ロケット技術は戦前中島飛行機が独自に行っていたロケットの 研究に橋を発し、戦後には、富士産業富士精密工業、プリンス自動車工業日産自動車へと受け継がれていた。しかし、日産自動車がルノーの資本参入を受けたことにより、日産自動車の宇宙航空部門は分離され、2000年7月1日に、石川島ハリマ重工業参加に入り、i h i a l スペースに移行した。 i h i への事業上との理由については、日産が経営効率化のために自動車関連以外の事業から撤退したかった。一方で、日本のロケット技術が海外資本の参入したメーカーの下にあることを良しとしないという判断も働いたのではないかと言われている。2007年7月1日の石川島リマ重工業の i h i への社名変更に伴い、 2008年7月1日に IHI アロスペースへ社名を変更した。現在、当社は IHI で行われていた宇宙開発事業の多くを取り込み IHI グループ中の宇宙開発の拠点となっている。主要工場の富岡事業所公式ウェブサイトによる宇宙用ロケット製品国際宇宙ステーション希望関連製品宇宙実験機用製品宇宙用 コンポーネント製品防衛関連製品ありがとうございます。